どうも、ジョメランドです。さて、今日はですね、コストコで、まあ定番ですね、コストコのこちら、ロティサリーチキンの残りを使いまして、スープを作っていきたいと思います。ロティサリーチキンね、まあ4人家族、5人家族とかだったらあっという間に食べてしまうと思うんですけれども、まあうちは3人家族なんですが、チビランドちゃんは全くの戦力にならないもので、夫婦2人で食べるとなるとちょっと余ってしまうんですね。結構まだこうやって身もあるんですけど、これは捨ててしまうのもったいない。そして翌日にサンドイッチにするっていう手もあるんですけれども、それでもまだまだ消費しきれないということで、こちらをちょっとスープにしたらとっても美味しいんじゃないかということで、結構あの残り物アレンジみたいなので検索すると結構スープが出てくるので、ちょっと私も挑戦したいなと思います。チャンネル登録よろしくやっといて。これ取っていこうね。このチキンをですね、ちょっとほぐしていきたいと思います。ある程度ほぐれてはいるんですが、ほぐしながらちょっとお鍋に入れていきます。手袋をして、骨ごと入れて美味しいみたいなので、こんなにまだね身がついてるんですよ。美味しいのがもったいないでしょ。だってこれ、あ、もうみんなお肉出した。ちょっとなんかタッカンマリ風になったらいいよね。かなり残ってます。ほぐして入れますね。はい、こんな感じでお肉を入れました。そうしましたら、こちらにお水をだいたい1000cc 入れたいんですけど、これちょっと600までしか測れなかったので、1000cc 入れました。こちらを火にかけてアクを取りたいと思います。こんな感じね、アクを。ロティサリーチキン、あんな丸ごとなかなか家では作れないので、結構コストコ行くたびに買うんですけど、どうしても余るのでね。で、なんかこれにキャベツを入れたり、豆腐を入れたりとかしてもいいみたいなんですけど、ちょっと家に今キャベツがないので、まあ食べる直前とかに入れてもシャキシャキ感が残ってていいのかなと思います。
そしたらですね、アクが出てきましたので、これを取っていきます。なんかすでにいい出汁がものすごい出てる。なんか骨も浮いてたね。骨も、骨っていうか、なんかすごい細いやつだから取っちゃいます。はい、こんな感じでアクがきれいに取れました。具がきれいに取れましたので、安定かかない。味付けをしていきたいと思います。あ、味付けじゃない。ネギを入れます。このネギの青いところも入れます。これはなんか臭み取り的な感じ でこの辺は食べられるので大きめにカットしたものを入れます。これでまた 2,3 分火にかけます。はい、それではいい感じに3分経ちまして、また少しアクが出ているので取ります。で、こちらに味付けをするんですけれども、鶏ガラスープのもと、鶏ガラスープのもと大さじ2、コンソメキューブ2、そしてちょっと生姜のすりおろし入れたいと思います。生姜のすりおろし、どれならまあお好みでいいと思うんですけど、2センチぐらいですか、入れました。そして鶏ガラスープの素大さじ2、コンソメキューブ2、しか煮込んでないのに、すごいスープがもうすでに白濁としてる。白濁？白濁でいいんだよね、白いのって。すごい出汁出てる、超美味しそうじゃん。ちょっとこれで味見をしてみます。いただきます。めっちゃ美味しい。嘘でしょ、すごいお店だわ。ちょっと味濃いから、ちょっとパパにあげてくるね。店なんだ。ちょっと濃いね。かったので水を出します。この辺はちょっと皆さん、あの吉野にやってください。水を100足します。
結構チキンの量が多かったので思ったよりも出汁が出たんだわ。うん、いいんじゃない。まだ濃いんじゃないかというボスのご指摘がございましたので、もう100、この辺は味見しながら皆さんやってください。ヨメランドクオリティはこんな感じですね。でも超美味しい、びっくり。これじゃない、これじゃない、これでいいと思う。何回伸ばすね。もう100。どんだけ足すんだ、おいと。これでどうだ。てか超美味しい、めっちゃ美味しくない？でも。ねえ、びっくり。中華麺とか入れてもいい感じ。これだ。結果。300cc ですか、足しました。ごめんなさいね、お水を。ちょっと皆さんもあのいい感じによろしくやってください。はい、完成しました。ででん、というわけで完成しました。こちら美味しくできました。これはもう残りを捨てるのはもったいないですね。はい、というわけで最終的に水を 300cc 足しましたけれども、とっても美味しくスープを作ることができました。明日のお昼にいただきたいと思います。皆さんもロティサリーチキン余ったらぜひスープにしてみてはいかがでしょうか。チャンネル登録、そしてインスタグラムのフォローよろしければ。食うとこ取れや。味見したよ。食うとこ取れやいしよ。だって今お腹いっぱいなんだもん。明日やろ、明日の昼明日やろ。え、明日の昼一瞬食うとこ回したらええやろ。あ、そっか、じゃあ明日のお昼また回しますんでちょっとつなげといてください。なんで食べないのがヨメランドクオリティだから。視聴者の声や。嘘、ほんと。じゃあ明日食べたとこつなげるね。ちょっと待ってて、今お腹いっぱいなんだよ。さあ、ということで次の日のお昼です。もういらないか、これ、うん、次の日のお昼でございます。お昼ご飯でスープを食べたいと思います。すごい匂い。ちょっといっぱい濃くないかどうか味見したくなかった。You never really know when it's coming, but you better believe you'll know when it's there. True story. Oh shit.
玄米が好きみたいな。玄米やっぱほら一緒やから先に食べない。ちょっとパパにあげて。熱っ。じゃあよし。はい、どうぞ。どう？うまい。一緒でいい？よかったでーす。なんかさっぱんまりみたいな感じだよね。うん、じゃあちょっと私もキッチンで失礼いたします。いただきます。なんか本当にタッカンマリだ。もうもはやちょっとでもなんか、何コンソメとか入れたから洋風な感じだけど、おいしい。なんかチキンも全然なんか出汁が出ちゃったカラカラの味のないチキンっていう感じじゃなくて、ちゃんとジューシーだし、めちゃくちゃおいしい。結構我が家の場合はお肉がたくさん残っていたので、こんな感じで食べられてますけど、もうちょっとお肉がなくって、骨しか残ってないみたいな感じでも結構出汁は出るんじゃないかと思います。結構このチキン自体味がしっかりしてるし、ちょっと私は味付け濃すぎちゃったので後から水を 300cc も足すことになってしまったんですけれども、ちょっとその辺は味をね、皆さん調節していただいて、よろしくやっていただければと思います。チキン超美味しいです。もう全く別の料理になるね、パパね。これなんかちょっとうちキャベツとかを買い足してなかったのであれなんですけど、ネギしか入れてないんですけど、ここにキャベツとか大根とかなんか人参とかいろいろお野菜入れたら、きっと子供もすごいよく食べると思います。あ、ニンニクね。ニンニクチューブ入れる？ん？今頃俺仕事や。あ、そうだ。井本さんに臭いって言われちゃうね。はい、というわけですごく美味しくできましたので、コストコのチキンが残ったらこのスープとってもおすすめでございます。ぜひお試しください。チャンネル登録、インスタグラムのフォロー、そしてよろしければいいねボタンを押していただければと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。